おはようございます。本日11月の1日9時39分、走行距離3519キロ、バーグマン会長です。八幡浜、四国の八幡浜に泊まりまして、本日は一直線で松山城へ向かいたいと思います。松山市内観光をする予定、宿は松山にとっております。おなじみ東横イン松山です。そして、明日はいきなり通ったことのない四国三大ルートの一つ、しまなみ道路通ります。大三島へ行きます。来島海峡へ行きます。そしてお泊まりはなんと倉敷までかなりの長距離になります。今日中に松山回ってしまいたいと思います。天気絶好調、晴天、バーグマン会長。それでは後ほど、ご視聴ありがとうございます。大津富士です。大津富士です。
尾二見です。松山空港です。